日露戦争の時の天下分け目の戦いは旅順での戦争ですが、7ヶ月にわたる激しい攻防戦の末に旅順が陥落して日本軍が入城したのは明治38年の今日のことです。これは1月2日日本軍に降伏したステッセル将軍と第三軍司令官野木将軍との水師営における歴史的な会見の様子です。つい2、3日前までは激しい戦いをしてたのに、こうして仲良く記念写真を撮ったんですね。こうして旅順は解除されましたが、日本兵に守られて撤退するロシア軍の捕虜たちは長い間の戦争でぐったりしてましたね。日本兵だってぐったりしたに違いありませんがね、勝っただけにいいとこ見せなくっちゃってんで頑張ってたんじゃないでしょうかね。この後日本軍は決戦場宝天に兵を進めて3月の宝天大海戦となるんですが、この旅順の陥落でロシア軍には戦争は嫌だという兵士がどんどん出て、やがて起こった第一次ロシア革命の原因となったんだそうです。さっきからこのフィルムを見てるとロシア軍に女性が混じっていますね。これはステッセル将軍の家族だそうですが、驚きましたね。奥さん同伴で戦争に行ってたんですからね。さて入場式、音楽隊も賑やかに威風堂々といったところです。しかし日本軍は勝つには勝ったんですが、被害も甚大でした。13万人のうち5万9000人もの兵隊さんが赤い夕日の戦場に骨をうずめたんですからね。